今回の話題は、外国人とのコミュニケーションに英語の文法なんていらない、ハートで話すだけである程度のコミュニケーションを取ることができるといった内容です。これを出川イングリッシュと言い、ネット上で話題になっていきました。ちなみに出川哲朗さんはほとんど英語が話せません。話題になったきっかけ、この出川イングリッシュが話題になるきっかけは、世界の果てまで行ってきゅーという番組の出川哲朗の初めてのお使いというコーナーです。欧米など英語圏の各都市に単身で乗り込んだ出川さんが、通行人に声をかけてヒントを聞き出しながら様々なミッションをこなしていくという企画です。しかし肝心の出川さんが話す英語は独自性といっても壊滅的で、放送第1回から話題と爆笑をかっさらうことになりました。しかし拙い英語ながらも、声をかけると必ず人が立ち止まって出川さんの訴えを一生懸命に分かってあげようとしてくれる外国人、そして理解してもらえることに時間はかかりますが、出川さんの言いたいことが伝わり、目的の場所へ行くことができるのです。これはまさに驚異のコミュニケーション能力と言うべきでしょう。正しい英語が喋れなくても全くおじけづくことのない出川さんの姿勢は高く評価され、この時の VTR を教材として使用している学校もあるそうです。かねてから日本人の勉強する英語は難しいと英語圏の人たちから言われてきましたが、それを出川さんが証明することになったのです。しかも出川イングリッシュの本まで出版されるまでになりました。イッテ Q エブリデイ出川語録というタイトルでぜひチェックしてみましょう。多用される言葉、出川さんは英語が堪能というわけではありません。また出川イングリッシュはボキャブラリーとしても数少ない言語を楽しみながらひたすら話し続け、ボディーランゲージも駆使するといったものです。多用される言葉は、自分を意味するマイ、たくさんを意味するメニメニ、近いを意味するニヤニヤ、とてもを意味するベリベリ、疑問を意味するワッツ、家を意味するセイセイセイです。出川イングリッシュでは、この品質される言葉を中心に単語を付け加えていくだけです。しかも文法はめちゃくちゃで構いません。一番大事なのはハートで話すこと。出川さん自身もそれが重要だと話しています。文例は次の通りです。次の駅で下車します。マイマイ、じゃあネクストでドン。アヒル、ガーガーバード。私は知っている。アイノーマイ、マイアイノー。空母、スカイママ。ダチョウ、ロングフェイスビッグバード。トイレがしたい、フーマンアウトウォーター。いかがでしたか？確かにハートで話している感じがしますし、ずっと聞いていればそれっぽく聞こえてくるような気もします。この出川イングリッシュの特徴を抑えたところで、次にいくつかのエピソードをご紹介します。出川イングリッシュの成果、出川イングリッシュが初めて披露されたのはニューヨークでした。最初のミッションは国際連合本部で限定お土産を買うこと。出川さんは国連のことをワールドホームセンターと現地の人に場所を尋ねますが、もちろん全く通じません。その後言い方を変え、カントリーメニメニ、Do you know many? と聞きますが、これも通じません。最終手段として旅の相棒で帰国子女の川北真由子さんが正しい単語を教えますが、出川さんはユナイテッドディステーションと言い間違えます。しかし現地の人が察してくれ、場所を教えてくれて、地下鉄で行くといいと教えてくれます。出川さんはさらにニアステーションネームセイセイセイと言い、これが通じて見事国連に到着し、ミッションをクリアします。その時の番組 MC を務める内村照義さんは、そんなんで通じるの？と大笑いしながら褒めていました。次なる舞台はロンドンで、ミッションは大英博物館をリポートし、大人気のアヒルを購入せよというものです。大英博物館は英語で The British Museum ですが、出川さんは Do you know England Old Outlet Center? という英語で質問します。博物館には古いものがあることから、それが中古品、つまりアウトレットと変換したようです。もちろんそれでは当然通じなかったので、今度はイングランドヒストリーホールと質問し、ミュージアムという単語をゲットします。その後お土産を買うためにアヒルをキーワードに出そうとしますが、アヒルの単語が分からず、 Do you know ガーガーバードと聞きます。ガーガーチキン、ミッキーマウスはマウス、ドナルドダックはホワッツと次々に聞くなどして、アヒルがダックだと気づき、お土産売り場に到着できました。やはりその時もなぜ通じたのか不思議なくらいでした。
続いてはワシントンで国立航空宇宙博物館に行って宇宙食を食べるというミッションです。しかし出川さんは宇宙をアースと勘違いし、Do you know Earth food と聞きますが通じません。アースが違うのではと思い、違う角度から攻めようとする出川さん。アースについて自身で気がついたときは、見ている誰もがスペースを期待したことでしょう。しかしなんと、ここで宇宙人 ET を持ち出します。そして、Do you know ET? と切り出しながら、映画 ET のテーマソングを歌い、You human, my human, ET は What's man? と質問します。エイリアンを聞き出すと、エイリアン、ステイホエアと聞き、アウトオブスペース、宇宙がスペースだと引き出します。そこで、Do you know スペースフード?と聞くことができ、見事場所を突き止めクリアとなりました。関連する単語から、芋づる式に正解にたどり着くのも、一つの手なのかもしれませんね。いかがでしたか?文法がめちゃくちゃで、ボキャブラリーが少なくても通じるかもしれないことに、何か勇気づけられたのではないでしょうか。出川イングリッシュが、学校の授業で取り入れられている理由もなんとなくわかる気がしますね。苦手意識を持たない、恥ずかしがらない、出川イングリッシュは日本の英語教育に革命をもたらすかもしれません。ぜひこの動画を見た方も明日から出川イングリッシュを実践してはいかがでしょうか。